カレー川です。ここは秘境駅じゃないですね。だけど、味のある駅、歴史のある駅ということで一応訪ねました。いや、人が多いです。しかも目の前に車が多数。車で見に来る人が多いみたいですね。結構多いです。まあ夏休みのせいでしょうかね。味のある駅です、カレー川。去年か、観光大使就任式。ありがとうございます。ありがとうございます。マジでピー。マジでピー。どっかわからん。わからん。向こうにもやってもらうな。写真はある。写真はある。本日のご飯を持って。そうよ。あ、これよね。駅で販売しようって今何回言ってたな。いや、はい、いい、いい。いないでしょうね。
いないでしょうね、だってこれ蓋してますからね。ねえ、体調を見ながらの湿度だって。うん、今日は体調悪い。いますよ。だけどちょっと今調子が悪いみたいですね。来てもすぐもどっか帰ってしまったりするんですよね。野良猫なんですけど、あそこの前の館長さんが面倒見ていらっしゃって、もう取られたら心配だってことで夜は連れて帰られる。そして朝方連れてきて、4時頃連れに来てっていうような感じで、また連れて来られるんですけどね。それとかもいっぱい来られるでしょう、その人たちが来られる人がこうだ、疲れるでしょうね、もう疲れる、ストレスですね、なるほどね、よしばるしなんですよね。バス乗り場あんな。いいね。バス乗り場あんな。よし。カレーが。にゃん太郎に会いたかったですね。残念。はい、じゃあこの辺で。こっちはなんだ。まあいいや、とりあえず。